おーいいね、うまそう、美味しそう、美味しそう、恥ずかしいんだよあんま良かったと思ってなかった好きなやつじゃん、これ好きだねどうもこんにちは、ケビンです。ともかげです。山です。ハンバーガーチェーン初グランプリを受賞したフレッシュネスバーガーは本当に美味しいのか。フレッシュネスバーガーって食べたことあります？私はあんまりないんですよ。あんまりないんですけど、名前はねよく聞くし、街でも見かけるし、そうだね、もちろん食べたこと自体はあるんですけど、なんかこの度ですね、2024年8月に、はい、ジャパンフードセレクションっていうその賞があるんですけど、はい、それのスペシャリティ部門っていう部門でグランプリを受賞したんだって。で、それがフレッシュネスバーガーがハンバーガーチェーン初の受賞ということで、なんかそれでね、受賞した商品がクラシックアボカドチーズバーガーっていう商品があるんだけど、それがあの初の受賞ということになった、商品ごとの受賞なのか。そうみたいです。ちゃんとしたなんていうかな、飲食店みたいな、ガチのハンバーガーショップとか、なんかそういうのも含まれてて、その中で買ったみたいな感じなのか。ちょっとわかんない。そうなんですよねでもなんか結構いろいろ他のね、どんなのが受賞してるのかなってチラッと見たんだけど、有名なところのお酒みたいなとか、あのお菓子みたいなのもあるし、なんかこうちょっと安価なものからなんかちょっと高そうなものとかもいろいろなんか部門ごとにはあったね。なるほど。これあれだよね、お金払えばもらえるよみたいなやつとはなんかちょっと違う感じなのかな、これやっぱ。なんか調べた感じ、違うっていう風に書いてあった。ちゃんとした更新さがあってみたいな。そう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 。ただまあそのなんか、この賞をノミネートされるにはまずお金を払わなきゃいけないっていうのはあるんだけど。エントリー料みたいなね。そう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 。はい、でもそのこの賞自体はなんかそのお金を払ったからといってもらえるわけではない賞。そっかそっか。書いてありましたね。なるほど。2万3000人のフードアナリストのアンケートとか。で、5段階の審査があってみたいな。2万、そんなフードアナリストいるんだ。そうフードアナリストってそんなにいるんだね。会ったことないけどね。一人も会ったことないけど。会ったことない。2万もいいんだ。2万3000人って書いてあるんですよ。100のチェック項目、そんなに5段階で評価する。どうやって審査するんだよすげえな。100もないだろチェック項目なんて。あったというね。あ、そうですか。じゃあ本当にね、すごくない？その項目を全部加味して1位になったってことは、そういうこと。すごい美味しいってことじゃない？いや、そういうことだよ。そもそもね、フレッシュネスをそんないろいろ食べたりしたこともなかったので、確かに。結構なんかメジャーなテレビのランキングの番組とか、あとこの商品面白いよねみたいなのとかを集めまして、さっきのその最高の評価を受賞したやつも入れまして、はい、いろいろ食べていこうじゃないかという企画です。はい。フレッシュネスって、質が高いハンバーガー屋さんみたいなイメージがちょっとあるわ。わかる。なんか、はい、わかるわかる。野菜とかも新鮮で、パンとかもちょっとなんか自然のパンでみたいな。わかるわかる。ちょっと高くてみたいな。あ、そうね。そのイメージはある。ちょっと使い勝手悪くてみたいな。そのイメージあるよ。なんか、駅前、ギリ駅前みたいなとこにある。わかるわかる。そうそうそう。絶妙な位置なんだよ。そうそうそう。駅から遠いとも言えないけど、近くもないみたいなとこにある。そう。駅のフレッシュネスがある反対側に家があったら行かないでしょ。そうなんだ。遠すぎ。わかるよ。めっちゃわかるよ。同じなんか東口だったら行くかなぐらい。そうそうそう。だからどんなメニューが他にもあるのかすごい気になる。うん。結構種類あるのかな？なんかね、結構あって。あ、そうなんだ。思ってるよりめちゃめちゃいろいろあった。あ、そう、期待できる感じだったんで。いい、楽しみだ。いろいろ食べていきましょう。じゃあまず最初は、じゃあその受賞したやつからいきましょうか。行きましょうよ。で、こちらが受賞したクラシックアボカドチーズバーガーでございます。で、こちらはこのベーシックなやつですよね。クラシックバーガーっていう感じでございます。まず2種類ですね。はい。なんかね、アボカド入りと、なんかアボカドがないくて代わりにトマトが入ってるバージョンみたいなのがあるので、ちょっと普通の方も頼んでみました。ベーシック無印バージョン。無印バージョン。プロ。無印。そうですね。iPhone ね。iPhone で言う。そうだね。でもトマトが入ってるでしょ、そのベーシックの。そうなの。確かに。エアじゃあ。だいぶわかんないけど。エアがね。そうなるのかわかんないけど。iPad Air と iPad Pro。iPad Pro だ。そうだ。これが受賞作品ってことでしょ？そういうことですね。いや、そういうことだよね。なんかね、結構、フレッシュネスの中でも、プレミアムラインみたいな感じっぽい。このクラシックなんとかっていうのは。なんかちょっとね、パティとかも違うっぽくて。いや、俺なんかパティのイメージとかもあんまりないしさ。どんなパティだっけみたいな。なんか勝手にちょっと味薄め。
うん、うん、分かる。ちょっと色薄めみたいな、うん、分かる。なんかイメージしてるけど、それは分かる。テラス席みたいなありそうみたいな。ありそう。外でね、うん、ベンチみたいなところ。そう。木のバスケットで来そうみたいな。そう、分かる。紙ナプキンが敷いてあるんだけど、あんまり油でジュルジュルになってなさそう。なさそう。一枚だけね。そう。そうだね。塩とかケチャップのパッケージとかおしゃれそう。おしゃれそうだね。確かに普通のやつじゃないんだよね。ちょっとおしゃれなやつ。クラシックアボカドチーズバーガー、はい、こちらですね。オープン。おお、あ、すごい。なんかうまそう、美味しそう。うん、一個ずつのパーツがすごいちゃんとボリュームがあって、うん、確かに、うん、美味しそう。わかるな。パティ分厚くね、結構分厚い。全体的に迫力を感じる。すごく感じるね。そうだね。受賞しました。うん、感じるね。自信に満ちあふれて。分かるわ。これが高速で向かってきたらちょっと萎縮しちゃう。確かにね。確かに。狭い道路の対向車とかだったら避けそうになっちゃう。ちょっと怖い。これが追い越してきたらちょっと怖い。ちょっと怖いね。うん、高速道路だからね、ここに。危ないよ、ちょっと、うん。ちょっと軽とかだと、ふんってなるよね。ちょっと飛ばされると。風で。風圧でね。で、この普通の方もちょっと開けてみますか。うん、クラシックバーガー。はい、あ、やっぱね、トマトが入ってるのね、こっちにはね。トマトあり、アボカドなし。うん、あとこのレタスはこの上、こっち下なの、うん、そうなの、ね、美味しそう。いや、美味しそう。美味しそう。いや、マジでそう。うん、マジで美味しそう。なんか俺思ってたより、ヘルシーです、うん、私って感じじゃないかも。わかる。結構しっかりしてそう。あんまさ、透かしてないっていうかさ。うん、うん、ね。断面。おー。いいね。うまそう。美味しそう。美味しそう。綺麗。綺麗だね、なんかこの。うん、横線がすごいこうはっきりしてるというか、なんていうか、ね、そうだね。すごい綺麗にこの分けられてるな。じゃあまず受賞した、はい、クラシックアボカドチーズバーガーいただきます。いただきます。美味しいね。うまい、うん、ただがっつりさがあまりない。うん、うん、優しいかも。うん、柔らかい。パティが ふわふわ、うん、なんかすごい。うん、うん、そうかもね。しょっぱみは結構あるんだけどね。うん、ケビンが作るやつとかってもうひき肉をさ、うん、そのまま焼くからさ、うん、噛み応えがもっとあるじゃん。ある。ゴロゴロしてるっていうかね。うん、うんうん、これはもうふわふわっといくね。ふわっと、そうだね。柔らかい感じだね。うん、俺はもっとやっぱがっつり来てほしかった、うん、ところはある、うん、正直。確かに、うん、パンもなんていうかこうちょっと存在感が強め、ふわふわでなんか分厚い感じがするのかな、うん、かもかも、うんうん、噛んでいくとそのギュッとなる時がすごいある。あるよね。感じはある。うん、うん、まあそれがなんかこういい意味で言うとなんかこうちょっとそのオーガニックな雰囲気を感じる、うん、はい、そうだね。悪く言うとそのなんかジャンキーさみたいなのがなくて、イメージしてるハンバーガーよりはちょっとなんか健康的っぽい味っていうか、うん、そう、うん、それはわかる、うん、俺はどちらかというとやっぱ1位っていう風に思ってたから、うん、もうちょっとガツンとくんのかと思ってた。意外に優しく終わったなみたいな。いや、うん、そうだね、うん、そもそもなんかアボカド入りのやつをさ、これにノミネートするっていうかさ、うん、なんかちょっと珍しくない？その感覚。まあまあ確かにね、うん、トマトとかはね、王道だよね。うん、うん、うまいけどね、相当。いや、それうまいんだけどね、うん、質は高い、うん、めちゃくちゃ美味しい、美味しい、うん、いわゆるアメリカンのハンバーガーっていうのだったらちょっと、もしかしたら路線が違うのかな、ね、うん、いや、そうかも、そうかも、うん、正しく生きてきたんだろうな、あんま汚れてなくて、ね、確かにね、逆にちょっと面白みがないな。清廉潔白すぎて。そうなるほどね。やっぱその、ちょっと悪い部分を求めるタイプだからってなんだよね。そうだからね、ハンバーガーとか食べるときは特に、うん、そうだよね、うん、特に塩分、うん、で自分を痛めつけたいところがあるから悪いやつに惹かれるみたいな。そういうこと、うん、悪いやつに惹かれる。よし、分かってんだけどね、分かってんだけどね、ラメオって分かってんだけど、絶対に浮気すんだから。そうなんだ。絶対大切してくれるの分かってんだ。分かってんだけど、分かってんだけど、元ヤンのね、そう人の方がいいんだよ。惹かれちゃうんだよね。そうなんだね。そうそういうことだよね。そう、だからこの良さはさ、もう痛いほど分かるんだよね。だからこれの良さはね、そう最後に落ち着くのはこういうところなんだよね。これが最高評価ならもううなずけるわけだよね。そうなんだよ。そうなの。だからこれは多分本当に最高評価なんだよ、うん、やっぱり、うんうんうん、そういうことだよ。そうね、うん、じゃあ続きましてこのクラシックバーガーいきましょうか、はい、でもトマト合う気がするな。わかるの感じだと、うんうんうん、胡椒感はそんなないけど、うん、しょっぱみみたいのは普通に割とあるよね。あったあった、うん、美味しそう、はいはい、いや美味しそうだよね。いい断面してるよ、うんうん、いただきます。いただきます。
うまい。うん、おいしい。こっちの方が好きかも、うん、俺も。おいしいしさ、うん、結構違くない味。違うね、うんうん、こんな玉ねぎの味したっけ。うんうんうん、うんうん、トマトとアボカドが入れ替わってるだけじゃない。ピクルスとか俺すごい感じたし。わかる、うんうん、なんかバランスが違うのかな、量っていうかピクルスとかの、うんうん、そんな気するね、うんうん、パティとか一緒だよね。一緒だね、うんうん、バンズも変わってない気がする、うん、中のなんか野菜のバランスが違う、うん、だけでこんな違うんだ、うんうん、炭の順番とかは違うだけで、うん、確かに違うんだろうね。そうかもね、うん、確かにこっちの方がなんか王道だよね。その味はするね。ジョブチューンっていう番組、うん、去年なんかフレッシュネスでやったらしくて、うん、そこではアボカドじゃない方のクラシックチーズ、今食べたやつにチーズが挟まってるやつかな、はい、クラシックチーズってやつが1位に選ばれてたらしい。そうなんだ、そうなんだ。いやでも分かるね、分かる。こっちの方が美味しかった今。そうだよね、うんうん、続きましてこちら、はい、塩レモンチキンバーガーでございます。塩レモンチキンバーガー、うん、これね、うん、そのジョブチューンでも2位に選ばれてるし、なんなら、ね、他のなんかランキングサイトとかだと1位に、フレッシュネスの人気1位になってるようなやつ。俺もね、これだけ知ってた。これがむちゃくちゃうまいっていうバズってたのを見たことがあって。いいね。だからなんかちょっと楽しみ。よし、おお、うまそう。おいしそう。迫力あるな。いいね、このチキンの感じすごいね。すごいね、うん、この色とかさ、濃いね、濃いね、うん、おいしそう。悪そう。悪そう悪そう、うん、これは悪そう。ね、やっぱ惹かれるね。惹かれる惹かれる、うんうん、これが塩レモンのソースとこういうか、うん、感じなのかな。これすごい人気らしいです。いいね。確かになんかさ、今時の悪いやつって塩レモンチキンぐらいだよな、なんか。ああ、そうね。そんなに悪くないってこと。いや、なんかその見かけマイルドっていうかさ。確かに。なるほどね。クリーンな。そうね、うん、昭和の悪いやつはさ、塩レモンとかじゃないもんね。そうそうそう、なんか激辛ハバネロソースそうそうそうチキンみたいなね。そうそう、そういう感じじゃん。確かにね。俺らが子供の頃ってその間ぐらいじゃなかったな。そうだね、ちょうど、うん、激辛ソースぐらいのね。そうだね、うん、おお、ほうほうほう。いや、なんかすごいね、油がね、うん、出てて美味しそうな。うまそう。本当だ。いただきます。いただきます。美味しい。うまい。チキンがうまい、うん、うまい、うん、これうまいね、うん、チキンがすごいちゃんとしてる。程よい繊維具合っていうかね、うん、うんうん、衣の味付けとかも結構濃くて、絶対このチキンうまいだろうなって感じがする、単体で食べても、うんうん、すっごい濃いこのチキンに野菜バンズをこう柔らかいので包むから、すごいなんていうかラテみたいな、わかります濃い濃いにこう牛乳が入った感じね。凝縮したエスプレッソに大量の牛乳を入れることで結果的にすごい美味しいのになる。そういう考え方。なるほどね、うん、ラテだったんだこのハンバーグ。そう、これラテだ。あ、ラテで美味しい。胡椒もめっちゃ強くてさ、うん、強いね。美味しい。いや、強いわ、うんうんうまいね。好きなやつじゃん。これ好きだね。全体的になんかジャンキー感がある。あるね。うん、そう。うん、けどそうそうそう、上下がこうすごいね、自然な感じでね。うん、そうだね。ラテみたいなね。いや、言ったんだよ。言ってたでしょ。それ言ったんだよ。その例えかぶんないでしょ。恥ずかしいんだけど、そのもう一回やられるんだから。あんま良かったと思ってなかったし。そうだね。それをかぶせられる。それかぶせられたら恥ずかしいわ。続きましてこちら、フレッシュネスバーガー。お、おえでございますね。お店の名前がついてる商品。これが何？看板？いや、多分そうみたいで、売り上げ3位なんだって。はいはい、昔からある人気商品ってことみたいですね。ああ、そうかそうか。食べたことなかった。ちょっと見てほしいんですけど、なんか見た目もなんか、うん、あれ、こんななんだみたいな。こちら。おあ、なんかミートソースみたいな。そう、本当だ。あ、そう、モスバーガーみたいじゃない。モスバーガーみたいね。確かに。フレッシュネスもそうだったんだってちょっと思った。日本のハンバーガーってはこういうのだったんかね。そういうことなのか。なるほど。でも美味しそうだね、うん、うん。ちょっとなんかミートソースの感じは違う。バンズ違うやつなんだ。そうだね。セサミが乗ってないんだね。本当だ。黄色いね、なんか黄色い、うん、黄色いバンズってうまいんだよな。うまいね、うん、トマトボツ。本当だ。バンズと同じぐらい。すげえ。W になってるじゃん、これ。すごいよ。いただきます。いただきます。うん。うん。
思ってたよりミートソースの味が薄いわ。トマトの存在感がでかいね。でかいね、うん、あと甘いね、うん、そうだね。でもなんか日本のハンバーガーって感じするかも。かなり するかも、うん、ね。やっぱモスのあのあれにジャンルとしてはかなり近い。非常に近いね、うん、モスの方がその給食っぽい味が強くて、うん、もうちょっとなんかこうその感じは薄くなってるかも。そうだね、うんうん、懐かしい感じもちょっとするし、うん、みたいな、うん、全然好きな味付けだなとは思った、うん、なるほど、うん、懐かしのって感じがする。確かに、うん、なるほど、うん、俺意外にあんまインパクト薄くて、うん、これが売り上げ3位かみたいな、うん、ちょっと感じだったわ、うん、どうなんだろうね。ちょっとやっぱおしゃれ寄りの層の人が来るのかな、やっぱり。確かにね。でも悪を求めてるなるほどね。そうね、うん、バーガーキングとか行くのか。やっぱそうね。まあそうじゃない。そうか、そうだよね。悪い人は、うん、クラブ行くみたいなことでしょ。バーガーキングとかさ。そういうことだよね。うん、そうかそうか。そうね、ジェネシャクとか行くのか。そうヤンキーが集まるエリアに行ってるみたいな。バーガーキングは。そうだよね。そうかそうか。六本木行くみたいなことだよ、きっと。なるほどね。図書館なのかこっちは。図書館。自由が丘みたいな。はい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 。そういう感じでね。そうなるほどね。お上品な感じなんだね。犬でも連れてね。ああ確かにね。日の光を感じるもすごく。そうね。木漏れ日とかが見える感じがする。確かにね。前側の、うん、そうだね、うん、両親があるハンバーガー、そうだね、側でね、輝く感じだよね。そんな感じ、そんな感じ、うん、バーガーキングってないもんね、両親とかね。そういうことじゃないもん。いや、ないね。ないね。カロリーが高ければ高いほどいいと思ってるから。そうだね。スタイルの違いを感じ始めてきたわ、うん、感じるね。確かに、どれも美味しい。そうだね。でも、うん、美味しい、うん、続きましてこちら、ガーデンサラダバーガーよでございます。こちらもね、あの5位にランキングでは入ってまして、はいはい、だから他のチェーン店とかにあんまりないような感じのバーガーらしいです。なるほど、気になりますね、中身が。いいね、うん、こういう名前がついてる時点で選ばなくない？その、まあね、やっぱ闇側のさ、ハンバーガー好きとしてはさ、うん、そうだよね。ガーデンサラダなんてもう、うん、ね、ポカポカ容器じゃん。うわぁ、ヘルシーそうだね。なんかこのソースが全く見えない。本当だ。本当だね。うっすらとこのここに、あ、なんか本当だ、ドレッシングある。なんかドレッシングっぽい、ね、確かに。なるほどなるほど。ちょっと変わった感じもするね、うん、なるほどなるほど。サラダとして食ったらうまいみたいな感じなのかな。もうサラダなのかこれは。ねえ、として食う。闇側的にはもうサラダだよね。うん、そうだよね。そういう風に解釈するしかないわ。なんかパティのサイズも気持ちちっちゃい気するしね。あ、確かに確かに。他のやつより。そうだね、ちっちゃいかも。うん、うん、いただきます。いただきます。かなりさっぱり。うん、まあ、見た目通りあんまソースがね、まあ、感じられない。うん、パティの味違う？まあ、1個前と一緒。一緒か。見た目は一緒だけど、でもやっぱソースがないからそのものの味がすごいするのか、うん、いや、そうそうそう、うん、かも。俺はあり。うん、だけど、ちょっと求めてるものと違うみたいなのは起きそうな感じはするね、うん、する。確かに。でもこれが好きな人は、うん、もうフレッシュネスを選ぶのかもね。なんかこう、うん、いや、そうだと思う。あんまないもんね、確かに、うん、ないね。素材を楽しむみたいな、うん、バーガーな感じがする、うん、そうだね、うん、続きまして、ホタテバーガー。ホタテバーガーございます。珍しいね。珍しいね、ホタテバーガー。これ、期待、正直やっぱりもう期待してる。そっちに寄った方がいいんじゃねえかみたいなことよ。そうそうそう、うん、王道で攻めるんじゃなくて、うんうんうん、ちょっと変わったやつの方が確かに期待できるんじゃないかって思ってる。もう正直、うん、普通のバーガーはもう、うん、俺の中ではもうさようならしてる。諦めちゃってるかも。もう俺の中にはリストには入ってない。もういいところリストにはもう入ってないんだ。そうかそうかそうか。私が求めてるのは悪いハンバーガーなんで。そうだ、そうだね、はい、そうだね、違います。確かにそもそもさ、そのアメリカの人が思うさ、うん、その王道のハンバーガーとさ、うん、日本の人が思うハンバーガーの認識が多分違うよね、きっとね。ずれてるよね。なんかもう俺らそのパンで肉を挟んでれば、うん、こうなってたら何でものハンバーガーみたいなさ、うん、なんか感じするじゃん、うん、だからなんかホタテハンバーガーとかさ、うん、チキンハンバーガーとかもありだしさ、うん、そういうことね。その時点でだいぶね、そうだね、感覚が違うんだろうね。そう、なんか理想としてるのが違うかも ね、うん、ホタテバーガー。おー、うわ、そういうこと。美味しそうなんだけど。美味しそうだね。うわ、あ、これはうまいかも。これでいいんじゃない。うわ、どうするこれ、ホタテ。あ、3つ入ってる。こうやって3等分して。危ねえ。2つしかなかったらどうしよう。こっちから2つしか見えなくてさ。危ないよ。戦いが起きるとこだったね。ホタ
テバーガーは今んとこあんま聞いたことないけどね、他の店で。ね、うん、食べたことない。これタルタルの匂いがすごいしてくる、ね。本当だ、うんうん。いただきます。いただきます。なるほどね。うん。めっちゃ満足感あるね、なんか。ある。うん。これホタテとレタスだけなのにね、ボリューミー。うん。うん、逆にちょっとジャンキーっていうかさ、逆に悪くないちょっと。悪い。この中ではね。悪い。うん、やっぱ油。で、揚げてるから、なんかさ、そうね、その油の感じがこう来るな、うん、そうだね、進学校にいるちょっと悪いやつみたいな、うん、はい、感じかも、うん、進学校にいる悪いやつが一番立ち悪いからね、一番悪いやつなんだから、うん、あれが一番悪いんだよ、ああいうやつらが周り誰も悪くないのに悪いんだもんだってそうか、そうか、そうか、あとなんか、親が議員だな特殊だろそれは親がね議員なんだよ、あと大企業の役員とかだねでもそう進学校の悪いやつ大変そうだ、あ、そうだそんなことはね結構なんか今のでお腹いっぱいになったかも、あでも分かる、そのぐらい満足感あるわ、うんうん、これが一番なんかパンチあったもの、うん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 、ずっしり感というか、うん、重すぎるぐらいのパンチかも、うん、ケビンが不良校出身なのに進学校の悪いやつやっぱ悪い確かになんかね違う角度で来てうわそこ来るんだみたいなそれは聞いてねみたいなホタテの食感なのかな、すごいこう噛まなきゃいけなくて、そうだね、もちじゃないけどさ、あ確かに確かになんかそのイメージ、トッポギを食った時に思ったよりお腹いっぱいになっちゃったみたいな、ね、そう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 、あの感じね、そんな感じがする、確かに味は美味しかったと思ううまいね、うん、うんうん、結構選ぶ可能性全然あるなと思った、うん、お腹すごい空いてた、なんか、うん、行きたいホタテ好きとしてはね、うん、もうちょっとホタテそのままを使ってほしかった感じはするかな、なるほど、なんかそうかパティぐらいの感じで、うん、もうホタテをね、そのままはいはいはい、はい、その揚げないでな、もうちょっと焼いたぐらいで、はいはいはい、はい、いい担任の先生に出会ったらそうなるかもねこいつが確かにね、そうそうそう、続きましてこちらサルサバーガーでございます、サルサ、はい、ほう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 、なんかねこれはね、うん、多分1回10年ぶりになんか去年だかおととしだか分かんないけど復活したらしくて、うん、結構マニアの中では待望の復活みたいな、ほう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 、でこれもなんかそのジョブチューン、うん、で10位に入ってて、うん、なんかパーフェクト合格みたいなバーガーだったらしい、パーフェクト合格、そう、あのシェフたちがみんな合格した、全員合格っていう風にしたっていう、おー、すげえ、こちらサルサだね、確かにとてもシンプルな、うん、香りがするね、あのサルサの、あ、するね、ね、うん、すごいするスパイシーな、なるほど、結構なんかちゃんとメキシカンっぽい匂いするな、うん、そうですね、うん、まあ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 、いただきます、いただきます、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、これのちょい辛ですね、辛かった俺、うん、これちょい辛あ、辛くなかったな、俺は全然、あ、全然辛くなかった、全然辛くなかった、みんなでいけるでも結構しっかりさ、クミンっぽいっていうか、うん、メキシカンの匂いするよね、うん、いや、そうそうそう、うん、まあ、いわゆるサルサというかね、うん、うん、ね、ナチョスとか食べてる時のような、なんか、うんうん、似たような、なんかメキシカン料理の、うん、ハンバーガーみたいな、うん、いや、そう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 、なんか日本でサルサっていうと、もうちょっとトマト寄りっていうね、そうそうそう、うん、トマト寄りなこと多いけどね、うん、これしっかりスパイスの味がする、本格的な、そうだね、うん、個人的にはすごいサルサを入れるのがすごい美味しいなと思ったんだけど、うん、それをやるならパティをもうちょっと暴力的になってほしかったなっていうところあるね、その優しいパティにサルサの強さはちょっとなんかサルサ勝っちゃってるよみたいな、なるほどなるほど、これは正直あったかもしれない、そういうことか、うん、うん、っていうふうにちょっと惜しいって思いました、私は、うんうん、すごい美味しかった、うん、俺も珍しいね、こういうの、そう珍しい、珍しいね、変わり種、ね、うん、変わり種だね、うん、続きましてこちらチーズバーガーよっ、チーズバーガー、チーズバーガー、普通なの来たねこれもなんかね、パーフェクト合格だったらしいですよ、うん、そうですか、うん、ホタテサルサと来てここに来てチーズバーガーね、普通のこれ、ここまでがジョブチューンのランキング載ってたやつですね、なるほど、うん、はい、おー、なんかチーズがすごい、確かにすごい量のチーズ、溶けてるね、溶けてるね、初めて、最初のやつには入ってたんだけど、うんうんうん、でも最初のはなんかこれじゃなくて、あの板のチーズだった、四角い、四角い、うん、なんかすごいね、多いよね、うん、いただきます、いただきます、うん、
あんま好きじゃなかったな、俺。あ、ほう。このチーズ合う？チーズソースだね。チーズソースそうだよね。俺合わないって思っちゃったんだよな。珍しいかも、すごく。こういうのが入ってるのは。ね。なんかすごいフルーツの味しない？するかも。なんかチーズのソースなのかな。はいはいはい。ワインの中のブドウの味みたいな感じでフルーツを感じる気がするんだけど。分かる。そんな感じもあるかも。俺はなんかもうマンゴーとかもろに。ああ、そういうことか。みたいな。トロピカルな感じはちょっとわかる。あるね、トロピカルな感じ。確かにわかるわ。結構なんかチーズバーガーと思って食べると、あ、こういう味ってなるかも。名前は一番普通だったのに、結構変わった味だよ。変わった味。なしです。俺も好みではないかもな。なんでチーズソースを使ったのか気になる。普通のこういうチーズじゃなくてソースにしたのかって、溢れる感じはあるよね。まあまあ分多いというかチーズ感が、それがなんか贅沢に感じるとも言えるなと思った。なんか俺食べ慣れてきたら割とこれはこれでありかもって気がしてきた。コーラと食べるとかよりはワインと飲むとかね。なんかそうだよね。そんな感じなのかもね。ああ確かにそうかもしれない。ミルクシェイクとかとは合わない。そうだね。確かに合わない。絶対合わないよ。レモンティーみたいな。そういう方がね、そんな感じがするわ。続きまして、照り焼きバーガーよ。お、来ました、照り焼き。やっぱ照り焼きはね、一大ジャンルなんで。気になる気になるね。結構色違うからね。そうだよね。あ、おお、いや、いいね。なるほどね。いいかもよ。すごい照り焼きのタレの量ね。すごいレタスの量。そんでレタスの量すごくて、で、これパティが薄いね。本当だね。クックルパティみたいじゃないやつなのかもしれない。フォークなのかもね、もしかしたら。ああ、確かに確かに。そうかも。やっぱモスとかに近いのかな。フレッシュレスって日本企業？そうっぽくない？そんな気がするな。なんか袋に先通富ヶ谷東京ジャパン。へえ。富ヶ谷1992年。富ヶ谷ってなんかめちゃくちゃボロいフレッシュレスあるわ、そういえば。あ、そうなの。なんか1号店ボロいってか、いや、そうなんだ多分。え、ちっちゃくてなんかベンチが置いてあるみたいな。へえ。なんかスタンドみたいな、もはや。あ、そういうのから始まったのかな。あ、そうかもね。うん、いただきます。いただきます。いただきます。優しめだな。あっさり寄りだね。悪がないね。なんかあまりないね。ないね。もう悪い照り焼きってもう本当にもっと胡椒かかってたりね。そうそうそう、もっとしょっぱかったりするよね。マヨネーズドバドバだったりね。全然そんなことないね。ね、これはこう残る感じじゃない、すっきり感がちょっとあるというか。全体やっぱそういう寄りなんだろうね、コンセプトが。そうね。逆にやっぱなんか悪いのが好きじゃない人的にはさ、結構筆頭候補になってくる。いや、すげえいいと思う。そうだもんね。そうだもん。やっぱその子供がいるとか、俺もし子供できたらフレッシュネスバーガーだったら、初期の頃はまだハンバーガーは早いよみたいな。フレッシュネスバーガーだったらいいっていう。そうだね。今後例えば年取ってさ、じいちゃんばあちゃんになって、いや、もう絶対もたれちゃうかもしれないけど、でもハンバーガー食べたいんだって思った時、フレッシュネスバーガーだったらいけるかな、そうって思う日が来そう。そう、続きましてこちら、サーモンバーガーよ。サーモンバーガー。サーモンバーガー、これ珍しいよね。別に何のランキングとかではないんだけども、何サーモンバーガーって思って。サーモンバーガー、どういう状態のサーモンなんだろうね。ね、揚げてあんのか、刺身なのか。刺身だったら面白いぜ。刺身ってことはないだろうけどね。開けてみますか。あ、はい、フライだ。フライですね。タルタルなのかな。そうだね。ソースと、ホタテバーガーと近いような。確かに。そうですね。フィッシュバーガーみたいなのって結構あるけど、白身だもんね、基本ね。そうだね。確かにね。お、え、どういう状態それ。レイヤーがあるよね。ね、お餅層みたいな。いや、このね、この白のさ、身の部分もなんかこんな感じの断面になるんだみたいな。なんかすり身っぽい。そうそうそう、すり身っぽい。すり身と餅。そういうことじゃ。そういうこと。タルタルは結構卵ゴロゴロ系っていうかね。ああ、そうだね、そうだね、白身が。いただきます。いただきます。俺は正直フィレオフィッシュ
と一緒って俺は思ってしまった。なんかあんまサーモン感があんまりわからなかった。でもそうかもしれない。かなり近いかもね。そんなにサーモン強くないね。まあ確かに若干はね、あると思うけど、これはサーモンだねって言われないとわかんないかも。目隠しだったらね、フィレオバーガーみたいに言うよね、多分ね。言うと思う。やっぱこれも刺身だった方がね。このくらいのね、そう、このくらいのちっちゃいサーモンのね、そうね、刺身ね、そうそうそう、一匹一匹入れて、なるほどね、一匹だったらよかったかもしれない。なるほどね。ああ、そうか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 、開きとか無理だよね、それは。それは無理だろうね。最後こちら、ガーリックシュリンプバーガーよでございます。ガーリックシュリンプ美味しいよね。うまいよね。え、ハワイとかやっぱガーリックシュリンプなんじゃないの。いや、そうだよ ね。そうそうそう、すごいメジャーですよね。めっちゃうまいし、日本でも食べれるやん、うん、ハワイ料理屋とかで、うん、美味しいよね。美味しいよね。まあ、これのバーガーっていうのはなかなか、そうだね、なかなかないですよね。エビ自体はあるけどね。はいはいはい。うわお、あの他のエビと違うね。違うわ、美味しそう。ちゃんと一匹一匹のね。ほんとだ、4個あげたんだ。そうだね、これのためにくっつけて。ええ、美味しそうじゃないですか。美味しそう。珍しい。これはこの大量のあれなんだっけ、これ。ね、これマリネ。なんだっけ、キャベツのね、赤キャベツ。赤キャベツね、そうそうそう。綺麗だね。これじゃあいけるのか。いける。俺がいけないのはエビの殻だけだから。多分大丈夫だと思うけどな。エビの殻が食べられないって実は食べれるからね。いや、もうさ、俺エビ好きすぎてさ、そうね、やっぱ食べすぎるとアレルギーになっちゃうのよ。うん、そうね、本当に好きすぎて食べて、で食べれなくなっちゃったんでしょ。今殻ね、殻はだからさ、実質食べれるって。食べらんないんだよ、もう実質食べれるって。桜エビとかね、あれだけどさ。そうなんだよ、大概エビだよな。お寿司のさ、エビとかさ、食えるやん。めちゃくちゃ好きでさ、尻尾外せば食えるよ。外せば食えるだろ、あれ。ボイルエビとか俺も外すもんだろ。あら、食えなくなっちゃったんだよな。食えるよ、食えてるだろ、いつも。めちゃ食ってるやろ、あのエビ。いただきます。いただきます。ガーリック効いてるね。ダメ、俺あんまりだ。嫌いとかでは全然ない。完成度が低いみたいな。ああ、そういう感じ。俺的にはなんかこう、エビの意味、ガーリックシュリンプの意味、なるほど、みたいなのがあんまり感じられないというか。食べるところが悪かったのかな。ガーリックあんまり感じなかったね。感じたんだけど、確かになんかそのタルタルが覆い隠しすぎてる感じはするかも、ちょっと。ガーリックシュリンプを楽しもうとしたらね、本来かかってないし、タルタルソースなんか。シュリンプ倍ぐらいにしてもらった方が俺は嬉しいかも。だったらありになってたかな。なるほどね。割と今タルタルと衣とみたいなね。そうそうそう、印象としては。そうだね、ホタテサーモン、これはなんかタルタル衣味が占める割合でかいから、似てるように感じだよね。パンの存在感もやっぱでかいね。でかいね。ちょっとフレッシュネス、パン強いね。そうか、そう思う。不良のハンバーガーってパン弱いからね。はいはいはい。そこはあるよね、一個ね。パティが強いから。そう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 。やっぱ食事と思うとね、しっかりちゃんとしたパンで挟むっていうね、感じになるだろうね、ちゃんとね。これはこれで多分その好きな人は好きだろうけどね。はい、ということで完食。全体的にやっぱりね、優しいね。優しいね。優しさと薄さとつまらなさを感じてしまった。そうなんです。私は正直そういう風な総評でございます。なるほど。でもこうコンセプトが悪いハンバーガー好きの人向けじゃないっていう感じはすごいですね。そうかも。そもそも多分俺この中だと一番こういうなんか薄味が好きなんだけど、俺的には全然もういい、このぐらいでいいって気がする。だからそれもわかる。優しさ求めてる人もいるんだよね。そう、それわかる。そうなんだよね。やっぱ明らかにそのジャンキーなハンバーガーとはもう向いてる方向がちょっと違う感じだね。そうですね。そうだね。そうですね。今回注文するときにバンズが普通のバンズだったんだけど、今回は低糖質バンズっていうのにどれも変えられるみたいな。もうやっぱそうだね、そういうねチョイスがあるぐらいだから、そういう人にとっては美味しいし、そういうのも選べるし、野菜が多いのとかもチョイスできるから、すんごいいいんだと思う。そうだね。やっぱ
バーガーキングとかそんなの何言ってんのお前ってなるもん。そうね、バーガーキングに行って低糖質の番組する人いないだろうね。いないだよ、ね、出禁になる、そんな仕事したら。そうだね、飛び出せって言われて、低糖質いやドクターペッパーぶっかけられる。でも俺ね、美味しいって思ったやつ1個だけあるんだよね。一番うまいって思ったやつちょっと発表しようよ、うん、どうしよう、うんうん、せーの、塩レモンチーズバーガー。あー、うん、はい、塩レモンね。塩レモン、塩レモン、塩レモンも美味しかった。うん、そうそうそう、うん、クラシックバーガー、あの2個目に食べたやつ。アボカドじゃない方だね。アボカドじゃない、トマトが入ってた方の、はい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 、はい、クラシックバーガー、うん、なんかあれ美味しかったなー、うん、振り返ると、うん、そうだね、わ、うん、かる、あれと、ね、でもアボカドもなんかそれで言うとあの2つなんか結構なんだかんだやっぱ美味しかったなって感じがしたね。そうね、うんうん、実際にお店に行って何を頼むかって言われたら、うん、その2つのどっちかかも俺。はいはいはい、美味しかったね、振り返ると確かにあれは、うんね、うん、塩レモンうまかったよね。塩レモンうまかったよ、うんうん、あの良さを味わえるお店他にないかも。そうか、知らない、わかる、うん、ないよね、あんまりね。そうか、うん、独特かもしれないよね、ある意味。そう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 、そう、うん、確かにね。俺はそれから買うとしたら、うん、いやー俺もそれにしちゃうかも、うん、しかもジャンキー寄りとはいえ、うん、そんなに悪くないしね。そうだね、そうなんだよね、うん、パンも別にいいし、うんうん、野菜もね、ね、そうだね、そうそうそう、確かにね。それだったら結構そのあれの単体の評価はかなり結構高い。高い、あー、そうなんだ、うん、あれをじゃあノミネートしてみてほしいね。ね、どういう項目があるかだよね、100個の項目の中にね。何だろう、何をやってるんだろうね。ジャンキーすぎないとかさ、そういうのもあるのかな。いやだからね、確かにその成分というか、うん、健康的にな、ね、どうかっていうね、うん、塩分が多すぎないかとか、あ、ね、だからね、そあるのかも、ね、なんかあるのかも、ね、うん、そういうのを評価されるとしたらやっぱりまあ重要な項目なんだけどさ、うん、悪いのが好きな人にとっては結構微妙だよね。そうね、うん、裏の大会開かないとね。そうだね、闇のフードコンテスト開かないと。地下格闘技みたいな。そうだ、そうだよね。金網の中でうわーってなってる中のハンバーガーの対決、うん、食った後に一番気持ち悪くなるなあ、もう1週間はいいよってなる。バーガーキングとかがね、そうそうそう、めっちゃブイブイはしてるよ、そこで。来るよ、うん、バーガーキングは。バーガーキング一足かな。そう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 、うん、バーキンのあのパティ4枚みたいなやつね。強いなぁ、わかんないもんな。そう思ったら今日結構な量のハンバーガー食べたけど、うん、元気だもん、全然口の中脂っこくないよね、あんまり、うん、モスも同じ感想だったね。確かにそうだね、うん、これバーキンでやってたと思ったらもう今頃さ、やばいね。そうだね、それが、まあ、いいところでもある、うん、美味しかったですよ。皆さんもぜひフレッシュネス食べに行ってみてください、うん、ということでこの動画を見てフレッシュネスバーガーめちゃくちゃうまそうだなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。これちなみにさ、ポテトとかサイドメニューとかもあるの？あります、あります。あんまり種類はないんだけどデザートとかもある。あとなんかフライドチキンみたいなのもあった。カリントマンジュ、カリントマンジュはない。ないの？カリントマンジュ置いてない。カリントマンジュ売ってないの？売ってないから。え、ドムドムバーガーとか売ってんのね。ね、とかっていうかドムドムバーガーでしか売ってない。売ってないんだ。